今回今絶対承認撤回ということで辺野古止まってますけど、その話を具体的にさせてもらいました。それと私土木屋として、先ほどちょっと紹介で一級建築って言ってましたけど、一級土木です、すいません。一級土木施工管理技師っていうライセンス持ってます。これは1億以上の工場できるライセンスですけど、ここ辺野古っていうのはもうとんでもないお金がかかります。もう超を超えます。実際貿易局自体がこのいくらぐらいかかるかっていうのは分かりません。とんでもないぐらいいろんな複雑な問題があります。お手元にこの資料はありますかね。資料はですね、だいぶ中身は省いてるんです。自分の資料は全部まとめると50ページぐらいになるんで、もう主催者にだいぶ負担かけてしまって、今回ページ数でいったら7ページぐらいに まとめました。ここに私は技術者として実際の会場工事、そういう工事を経験しながら、培ってきたものが集約されています。要するに経験に基づいた戦い方をしています。リズメで来る貿易局に対してリズメで返せるちゃんとした根拠です。今回の撤回の理由っていうのが地盤の問題がとんでもないぐらいのもう深刻な状況です。今軟弱地盤であったり、実は活断層があるんです、この辺野古には。こういう具体的な話を今からやりますけど、これ今その辺野古だけではなくて沖縄全体が、特に宮古も自衛隊基地、そういういろんなものが沖縄にはもうどんどん軍事化されてきてます。最初にですね、ちょっとお伝えしたいのが、プロジェクターの方で見てくださいね。手元の資料だけではもう足りないんで、いろんな資料をこっちで出しますんで、これ実は宮古なんです。宮古島、自衛隊が今どんどん配備されてきてます。石垣なり宮古なりで、実は自分は生まれは鹿児島県の奄美大島なんです。奄美大島の軍事化が進んでます。なぜこういう東シナの方の離島の方にどんどん軍事化が進まるかっていうの、我々沖縄の人から見ても本当に不愉快です。はっきり言えばもともと海兵隊という基地、特に今辺野古もそうですけど、戦後敗戦後ですけど、アメリカの統治下になった時に、これは統治下ではないですけど、その前に米軍がどんどん侵略していって、全国に海兵隊の基地がありました。で、全国で海兵隊のやっぱり暴力、米空事件、そういった事件が多発して、その時にやはり日本の民意が立ち上がりましたよ。1960年70年代、こちらでもそういう経験された方いると思いますけど、その民意は強かった。民意が立ち上がったことで海兵隊の基地がもう日本から撤退しました。米軍の基地はいらないという動きがどんどん広まったんです。じゃあそれが全部アメリカに戻ったかっていったらそうじゃないですよ。ほとんどが沖縄に行ってしまったんです。だから沖縄の、基地74% ですか、それが沖縄に集中しているという理由も、もともとは全国にあったものが沖縄に来ているというのは頭に入れてください、ね。で、この宮古島、話し合いの自分の場合本当は3時間ぐらい欲しいんですけど、1時間以内でもまとめます。まず辺野古大事です、もちろん。で、宮古も大事なんで、宮古の運動で関わっている内容、これは今日は会場の方でDVD を発売してますから、その DVD の一応、宣伝も兼ねて、宮古はどういうとこかっていうのをちょこっとだけやりますので、これだけ見てください。資料は手元にないんで、軍事化がどんどん進んでるよっていう理由で、こういうのをやってます。自衛隊っていうのは、例えば災害復旧のために全国で活動してる、そういう意味ではとってもありがたい存在です。ただ、これからやるっていうのは、他国に侵略するようなことをやるようなことを、どんどん自衛隊がやろうとします。それはアメリカ軍と一緒になってやろうとします。その
拠点を全部沖縄に集中させようとしているのが、我々にとってはやっぱりもう沖縄戦っていう、自分の両親がそうです。沖縄戦を経験して苦しい思いで、やっぱりあの戦争を経験している人から言える、基地はいりません。基地があればそこに集中されます、いろんなものが。こういうあの宮古島でもいろんなところに自衛隊 の、 あの基地がどんどんできてきてます。でこの宮古島は実はあの地下ダムっていう特殊なの構造です。平地ですから、ちょっとあの面積もあの小さいんでダムがありません。ですがあのこれ雨降れば琉球石灰岩っていうのは、あの以前ここでもちょこっとだけ言いましたけど、まあ、あの皆さんに分かりやすく言えば骨粗鬆症です。骨粗鬆症のようなあの岩盤と思ってます。だから水があの雨が降ればあの地下に溜まっていく、それがあの宮古の特有です。実はあの地下にダムがあるんです。これそういう特殊なところに、例えばこれボラっていう地区は弾薬庫です。ちょっと今あの現場で戦っている人たち、この塩田ってところ、ここはもともとゴルフ場でしたけど、今そこはあの全部あの対応して、自衛隊の駐屯地ができます。いろんな油を扱うような施設がどんどんできてきますので、もしその施設が何らかのことであの、まあ、油漏れでもとせば地下ダムに全部影響します。で9月1日にあの水のシンポジウムというのを辺野のこの宮古でやりました。基地はもちろんの賛成反対いろいろあります。宮古の場合特にもう市長があの自衛隊を誘致する賛成派ですから、住民が分裂してます。辺野古もそうですけど、宮古は特にひどいです。そういう現状を見ながら自分はあの運動に関わってます。ただ基地反対賛成関係なくですよ、自分らが飲む生活水です。これもう貴重な水が汚染されれば、基地の問題で非常にあのもう深刻な問題ですから、シンポジウムをやった時に300名の人が集まったんです。宮古島で300名の人が集まるシンポジウムっていうのは経験したことないです。自分も初めてなんで。それぐらい基地と関係なく水の問題であればみんながやっぱりこれを興味持つんで、そういうシンポジウムをやった時に水の専門の先生、学者の先生いっぱい来ましたけど、その中でこの作業服着ても自分ぐらいです。自分これ作業服にプライド持ってますから、いつもこの格好です。この格好で現場に行ってますんで、土木屋の意見としてこの水のシンポジウムでも意見を出してくれってことで参加しました。こういう自衛隊の問題、ぜひ皆様もいろいろ考えてくださいね。これからどんどんこういうのが増えてきますから。でオスプレイが、横田をもう飛ぶようになりましたね。だ沖縄だけの問題じゃないんです。この軍事がどんどん進んでいくというのは、ぜひこれは DVD で販売してますので、ちょっと辺野古の件に関しても販売してます、 DVD を。それもぜひちょっと見てもらいたい。それとこれはドローンプロジェクト の、 チームで撮った写真です。これが辺野古 の、 基地です。で今回もできてしまったものがこの護岸です。先ほど相馬由里さんの方からもちょこっと話出ましたけど、こういう護岸を作らせないために反応のメンバー、海のメンバーが必死で抗議行動をやりながらやってましたけど、やっぱり国力にはもうちょっともうかないませんでした。とうとうできてしまいました。これが、これからの話はこれにつながりますので、こういう映像を撮っているのがこの沖縄ドローンプロジェクトっていうチームです。ただもちろんこの活動するためには資金が必要なんで、看板もちょっとお願いしたいということで、ロビーの方でそういったものを配ってますので、ぜひ手元にもそういう資料はあると思いますからご協力くださいね。これは急遽ある産後学者の方からのお願いで、こういうものが配られてきました。署名活動です。これ名だたるいろんな著名人、あと学者、いろんな方がこれに賛同しています。これは何を言いたいかというと、やっぱり辺野古です。辺野古を止めるために署名活動をもう始めてます。これネットでもこれはそういった署名やってるらしいんで、今日は会場の方この署名 の、 用紙ありますから、ぜひこれに署名をしてもらえれば、いろんな大きな運動が沖縄のこの基地問題を阻止する力になると思います。
その中でこれです。今回のこの沖縄県が埋め立て承認を撤回したっていうのはとっても大きな力です。これはやっぱり皆さんで署名で賛同しようという。それと土砂投入、これは県外からの土砂投入っていうのが今問題になってますけど、全国の土砂をもう沖縄に持たせない。実はこれ何の意味があるかというと、外来種、いろんなのも外来種が沖縄に入ってきたときに生態系を全部崩していく。そういうことも含めて軍事基地のためにこういった土砂投入させないというのも一つの沖縄やっぱり運動です。この8月11日県民大会、尾長さん亡くなった後ですけど、先ほども相馬由里さんからありましたけど、雨の中7万人の人が集まりました。ここでやっぱり沖縄のこの基地問題、特に辺野古です。辺野古を止めようというこの決意がありました。やはり日本がこの東南アジアに対していろんなことをやってきた。それをやっぱり平和を構築するためにいろんな活動をしていこうということで、これはこの書面の中に書かれてます。ここにいろんなのを書いてますので、ちょっとこれ説明すると辺野古の問題いけなくなるけど、この署名にぜひ協力してください。よろしくお願いします。では本題に入ります。私がこの、基地に関わって2016年からこの辺野古には関わるようになりました。2016年に北上田さんという方、こちらには来られたことありますかね。もし北上田さんが来ればいろんな話が出てきますけど、北上田さんは土木技師です。私も土木技師です。その北上田さんからもらった図面からいろんな問題点をあぶり出すのがもう自分の仕事です。設計図面ってあります。いろんな工事、公共工事の中で設計図面の中で我々が最初にこの図面が正しいかどうかチェックするんです。図面があれば全てその通りできるかとはそうじゃないんですよ。まず我々技術者に図面を疑うんです。発注者も見抜けないものをどこに問題があるかっていうのをどんどん調べていきます。でこの辺野古に関してはとにかくいろんな問題が出てきましたんで、その前に今回この政府に渡ってしまった名護市長の権限というのをちょこっと話しましょう。6月に稲嶺さん、実は私稲嶺さんのピンチヒッターなんです。そんな大役をもうちょっと自分にはプレッシャーだったんですけど、お分かりの通り今名護県知事選、沖縄の県知事選のため稲嶺さん今動けません。稲嶺さんは外選活動でも非常に重要な位置にいますので、稲嶺さんとは6月に長野に行った時もこの話やりましたけど、この資料、これ表紙だけでもいろんな問題が凝縮されてますので、この赤字で書いたのは全部問題点だらけですよ。作ること自体これは問題です。この辺野古の軍民軍事基地を作ること自体で、この次のページ、このページに名護市長の権限というのを3つ大きな権限をまとめました。これは稲嶺さんにも確認しました。奥間さん、ぜひこれ技術者の立場で権限というのを説明してくれと。この中に一つ大きな稲嶺さんがずっと止めてたものがこの辺野古ダムってなります。ここにダムあるんです。水色のやつはここの上にベルトコンベヤーを設置する。要するにダムの上を橋を架けることを稲嶺さんが止めてました。何のため止めてたかというと、ちょっとこれアップしますけど、ここはもう埋め立てのラインです。この緑のラインはここに土を埋めるために、ここにちょっと色がついてる部分ですね。この部分を運ぶための橋を架ける、それを止めてたんで、ここはできなかったんです。全然これでは稲嶺さんの市長の権限で国の声を止めてたんですよ。それと他にもここには、ミジャ川という川があります。ここにちょっとアップしますけど、これ川があります。ここの川、基地の中に水路が通るのはまずいんで、もともと稲嶺さんが名護市の権限で止めたと。これがダムです。もともとはここに行く予定だったんです。
ですけど、これ稲嶺さんがここ の出口の部分、要するにダムの所有権、これは管理するのは名護市長の権限ですから、ここを止めました。ですから、ここの水路ができなくなりました。で、防衛局は何をやりだしたかというと、ここから無理やり90度に曲げて水路を作ろうとしました。90度に曲げるというのも非常にもう困難なんです。で、ウォーターハンマーといって、水の勢いで90度に曲がるところのこの部分が破壊されます。だからこれ、県も認めなかったんです。ですから、この水側の切り替えというのも、稲嶺さんの権限で止めたことで、工事が進まなかったんです。で、もう一つ、これも大きな権限です。ここに辺野古に行った方は分かると思いますけど、浜のテントっていうのがあります、ここ。この浜から鹿野隊は組織行動出ます。で、この漁港からお客さん連れて行ったりするような漁港です。ここの漁港の部分、どうなるかというと、この黄色で塗った部分、これ全部埋め立て。要するに辺野古漁港も埋め立てて、資材ヤードにするっていうのが防衛局の計画です。なぜこういうことをやるかっていうのは、ちょっと写真見せますけど、これはキャンプシュアブという基地の中ですから、これ全て軍事施設です。で、防衛局、この埋め立てをやるために、アメリカに対してヤード、要するに資材を置く場所を確保させてくれって言われたときに、米軍から言われた部分はもうせいぜい この分です。これここは資材置き場なんですよ。この一部しか米軍から許可出なかったんです。要はもうこれとっても資材置き場としてはもうあまりも狭い。だからこれはもうクリアするためには辺野古漁港、まさにここです。ここに浜のテントってあります。この部分を大部分を埋めて、そこにコンクリートの製品を置いたり、いろんなものを置くための仮のヤードを作ろうとするために、こういうヤードが必要だった。これも稲嶺さんの権限でずっと止めてたんです。だから市長の権限で3つ大きなものを止めてるので、工事がなかなか進まなかった。だからここには実はいろんな権限というのが絡んできます。で、ちょっと戻りますけど、最終的にこの話もしますので、この知事の権限、市長の権限と知事の権限で辺野古止まってます。もちろん今動いてはいますけど、重要な部分は止めてます。この市長の権限が今回の撤回の理由に大きく影響します。もし今回の選挙を負けてしまえば、全てがもう政府側に渡ってしまいます。だから今、玉城デニーさん頑張ってます。我々も玉城デニーさんも一生懸命押してます。先ほど相馬由里さんからあったように、もし知人に沖縄の方がいれば、ぜひ一票、やっぱり沖縄県に基地を作らさないという人たちに協力してもらいたいということで、呼びかけ、もう1週間ですからと、もういいじゃん、1週間ないですから、協力ぜひお願いします。で、じゃあちょっと、技術者の話に行きますけど、活断層の話が出ます。で、軟弱地盤の話も出ます。これに関して自分が直感で技術的にいろんなものを問題があって言ったのは2016年です。それは去年の9月、ここでお話しした、2週間、3週間後に活断層って話が浮上しました。そういう話が今から出てきますので。で、その前にこれ、今、護岸というのはどういうものか。具体的にこれ、やはりドローンじゃないとこれ、映像が見えん、こういった形見えてこないんで、ここは海側です。で、こちらが埋め立てる側です。ここに被覆ブロックというブロックを設置します。これは1個9トンある大きなブロックです。これは何のためかというと、これ今、採石ですよ、これ。具体的に言ったのは、ウリ石って言いますけど。これを投入して、これ投入するだけだと波が来て全部崩されるんで、それを覆うために、このブロックで両サイドとただこれかぶせるだけです。で、これで工事は完成じゃないんで、最終的にこういうことになります。今の現状の高さはここです、この位置。
で、これも分かりづらいですけど、ここでちょっとちょこっとだけ最干潮時、要するに一番もう潮が引いてる時から約4メートルの高さまで今完成してます。最終的には8メートルまで、8メートルまで完成すればこの護岸は完成ですけど、今政府の方はもう焦ってます。やっぱり埋め立てをどんどんやって何をやろうかとしてるのは、我々県民に呆れもさせようと、もう護岸をどんどん進んでんだから、もう例えば座り込みしてる人、会場でこうやってる人たち、もうこういう人たちに諦めさせるために、こういう高さも満たないうちにどんどん護岸進めようとしてます。で、この肥育ブロックってこういう形ですけど、この上に最終的によく護岸で見るの分かると思いますけど、これ消波ブロックってあります。テトラポットです。最終的にはこの部分、これ肥育ブロックですから、あと4メートル、ここの部分は消波ブロックっていうのを設置します。ですがこの工事まだまだ全然終わってないんです。とりあえず埋めて中の浅瀬のところだけ、特にこの部分は浅瀬です。この締め切ったところは水深がせいぜい3メートル4メートルもないですから、一番浅瀬の部分をとにかく埋めようとしています。この写真は7月の6日に撮った写真で、ここ実はこれ見たわけですけど、ここに何かを見てるんですけど、これはおだく防止膜ってやつです。先ほど相馬由紀さんの話でフロートっていうのが出ましたけど、この写真で見るともうフロートは完全に撤去されてます。フロートってこの辺にずっと巻いてたんですけど、これはもう全部撤去されてます。これ4月の写真なんですよ。4月の時点で撮った写真、これがフロートです。ここに貼り付いてるのこれ海上保安庁です。で、外側にいるのが、この辺はちょっといないです。もうこうやってどん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 グリーシーって大きな石を投入しながら進めていった。これが4月の時点だから4ヶ月、まあ、5ヶ月経ったらもう実際こういう現場はもう完全にできてしまっている。こういう感じ で今回防衛局は埋め立てようとしたのはこの分です。ここ取ってませんです。浅瀬を埋める理由は何かというと、先ほど言った名護市長の権限で止めた辺野古漁港です。漁港の資材ヤードはできないから、まずここにこの広大な面積を埋めて資材ヤードを作るというのが防衛局の考えでした。で、これは今回承認撤回で今こういう止まってます、完全に。で、これ最近撮ったやつは最近撮ったこのブロックの上にですね、これまだ黒いとこあります。一部まだ完成してないんです。これをやる前にも現場止まってしまったん で防衛局知事選を待って、知事選の後にまたもう一気に仕掛ける可能性あります。今後我々の運動どうするべきかっていうのは、まあ、今とっても悩んでるところですけど、とりあえず撤回の間にいろいろ考えようと思います。サンゴの話まだ始めてる。実はこの締め切る、これは4月の18日に撮った写真ですけど、ここの中の沖縄浜サンゴっていう希少なサンゴがありました。これを移植するために県に掛け合ってますけど、防衛局この時点で県がずっと拒否してました。サンゴの移植をさせない。実は時期的には5月から10月の間移植をしてはいけない。なぜかというと海水温が上がると産後の移植にはもうとっても問題があるということですけど、ただ先ほどの署名のいろいろ出した先生や産後の専門の学者の大久保奈美先生という東京経済大学の先生ですけど、その方が言うには産後の移植というのは実際不可能だと。とっても産後というのはデリケートな生物ですから、環境が変わればそこでまた育つかって言ったら育つかどうか分からない。実際沖縄で移植をやってる恩納村っていうところがありますけど、県の事業で10億かけて移植事業やってますけど、これが実際成功した率はもう9割以上死滅してるんです。だからこういう環境を破壊するような工事で移植なんてまず無理なんです。ですから県はずっとこれ移植の許可を出さなかったんです。ですが7月13日にとうとうこの浜サンゴの移植の許可を出してしまったんです。
これは剣が折れてしまったんです。ここではっきり言います。実は県の職員の中には中井丸さんと言います。前知事、前知事もう全然なんですね。沖縄を裏切ったもう最大のやっぱり知事、これは中井丸です。自分はもうさん付けもしません。この人も本当ですよ。これぐらいも悔しい思いありますよ。尾長さんがずっともう苦しんでたのは中井丸のせいなんです。菅も安倍もことあるごとに前の前の知事が承認したんだからっていう、もうこういう逃げ文句しか言いませんから。その中井丸残党が実はこの沖縄県の職員の中にいます。水産課ってところです。この産後の許可を出す出さないの判断するのは水産課です。7月の13日に我々水産課がこの許可を出すという情報を入手して、直接沖縄県の水産課の方にも10名ぐらい行って許可を出すなっていうのを要望しましたけど、結局出しました。その時担当が言ったのが、ちゃんと産後の専門の先生を同席させて副知事に説明に行ったって言うんです。自分がすぐ反応しました。じゃあその産後の先生の名前教えてください。先ほど言った大久保奈美先生、この人一度はこの産後許可を出したことを取り消させた産後の学者がいたんです。要するに国と戦えるような産後の学者がいたにもかかわらず、違う学者を副知事に合わせてその先生に説明させた。その先生は産後の御用学者です。要するに政府側には有利になるような学者を県の職員が副知事に連れて行ったんです。だから名前を明かさないんです。なぜ大久保先生を同席させなかったんですかって言ったら黙ってました。先ほど言ったように中山の残党なんです。沖縄県の中にも尾長さんと意見が合わない人たちいっぱいいます。だから今回このもしひっくり返ってしまえばどんどん工事は進んでしまう、そういうやっぱりプレッシャーが我々運動の中にもありますので、でここに姫さんもってあります。ちょっと次の話飛びますけど、これこれも上空から撮ってます。ここの姫さんも場所で言うと実は角度が違いますよ。船の上から見るとこういう感じで見えるんですけど、ここの下これなんか多分温度測定とかいろんなのやってると思うんですけど、そういった機器です。この下に真上から見たらこうです。こういうことをやってたのを自分ら発見しました。これは何をやってるかというと、ここのサンゴ少しでも濁りがくっついてしまったら大変なことなので、防止膜っていうのをやってます。ここで濁り水が発生してます。これ実際こっち濁ってます。この濁りが外に出ないようにということで防止膜っていうのをこれ40にやってます。普通は1回しか回さないんですけど40にやってる。これを見た時に分かったのが、ちょっと見てもらいたいんですけど、部分ってなんとなく白くなってますよね。これ実は海藻藻場っていう藻場があるとこに防止膜っていうのは海底まで届くんで、それが削ってる証拠なんです。防止膜を設置したら、これ藻場っていうのはジュゴンが食べる餌ですよ。そういうものを削るから、最初防衛局が報告書の中では防止膜設置しないって言ったんです。だけど実際設置してます。設置してこれは濁ってる、明らかに削ってるんです。防止膜は潮の流れで道行きで海底を削ってるっていうのがこの証拠で分かったんです。ここで新報タイムスも情報提供して、新報タイムスも動きました。ですから沖縄ドローンプロジェクトというチームがやっていることは、沖縄のやっぱりちゃんとした情報を、特に基地の情報を皆さんに提供するためです。これは最近の写真ですけど、8月2日の最終的にこの部分を埋められました。なぜかというと、先ほど出た沖縄浜さんもここにありました。浜さんを会うために護岸が締め切られなかったんです。これを頑張ればこの護岸完成しなかったんです。先ほども言ったように県の職員許可を出すようなことを言いました。だから結局それがやった後にもすぐ締め切られました。いつでもこれ埋め立てられる状態です。今回はそれを承認撤回という形で今止めました。ただ承認撤回もこれ法的に国はもういろんなことやってきます。多分もう司法も国側ですから正しい判断しないと思います。だ裁判をやれば負けます必ず。今後どうするかちょっと自分も分かりませんけど、これは8月9日に取りました。
で、これは8月の、9月ですね、9月に取った時も、これは完全に締め切られて、防止膜っていうのは、あ、これです、これ。あ、これフロートです、フロート。この時点でもフロートもないです、これ。なぜないかというと、台風が来るからです。台風を恐れて外してるだけだったんですけど、承認撤回後には、今度、ここにあったオタク防止膜っていうのも、これは最近取ってます。これはオール沖縄というところで、新報タイムスにもこれ、情報提供してますから。今、現状こうです。極端に言えば、中にも入っていけんですよ、ここまで。今まで海上保安庁、海保が、すぐ弾圧しましたけど、皆さんで行きましょう、中に。入りますよ、これ。ここの長島ってあるんですよ。ここの長島には、希少な鍾乳洞があります。その調査も防衛局はさせなかったんです。なぜかこの防衛局の周囲地になってたんで、でも承認撤回後ですから、サンゴとかいろんな環境保護団体がここに入りました。こういうのを今いろいろ説明してます。これから技術者としての話、重要な話をちょっとやっていきますけど、オタク防止膜、先ほどから話が出てるやつなんですけど、これは海底の濁りは地区外に出さないために設置するものです。ちょっと手元の資料と、では足りないんで、ちょっと別の資料を見せましょう。今回私の話、この始めてた方、何名ぐらい？あ、大勢いますね。ありがとうございます。知らない方にまたちょっと追加の情報を教えたいんですけど、こういうのがあります。産経新聞。産経新聞、いい新聞ですけど、みんな笑うんですけど、この記事だけはいい記事なんです。なぜかというと、これは2016年の2月に出された産経新聞の記事です。2016年3月4日に安倍が辺野古を止めたんです。止めた理由はこの新聞に書かれてます。なぜ止めたか。じゃあこれちょっとだけ見せますけど。後ろの方見えますかね、まあ、アップ、どんどんアップしていきますから。この護岸工事、この着手を当面見送って書いてます。何のためかというと、ここで書いてます。埋め立て事業に詳しい国土交通省の技官が移設担当として防衛省に出向したってあるんです。何のためかというと、ここが書いてます。工事の進め方。あとこの、土砂や資材の調達方法を見直す。そのため一定の時間かかるので、護岸工事着工もこれは春以降にずれ込むって書いてます。2016年の春以降になりますよと、これは産経新聞が出してます。ちょっとこれも続けますけど、この辺が大事なんです。この防衛省に救命のこの救命っていうのが義官っていう。これは先ほど自分が説明した私は土木一級 の施工管理技師ってライセンス持ってますけど、この技官っていうのも自分よりもはるかレベルの技術を持った人たちなんです。要するにプロ中のプロなんですよ、この人たち。この人たちが9名防衛局に出向してきました。で、何をやったかというと、事前の打ち合わせで防衛省が計画している埋め立て工事に出向組から注文がつけられたんです。この記事に全てが集約されています。なぜかというと、ここですよ。埋め立て事業に詳しい国土交通省が乗り込んできたということです。裏を返せば埋め立てをど素人の防衛局がやろうとしたんです。この工事もし強行してもやってしまえば、防衛省が違う意味でこれ事業全体止まりました。なぜかというと、素人が作った図面、素人が作った計画、だいろんなもんこっちも書いてますよね。資材調達方法までおかしいんですよ、やり方も。だから国交省埋め立ての、例えば羽田空港もそうです、まあ、今回の問題になった関西空港もそうですけど、こういった埋め立て工事やっていうのは国土交通省です。防衛省じゃないんです。防衛のプロかもしれないけど、土木としてはど素人なんです。この新聞、この産経が出したこの新聞、1ヶ月後に安倍が止めた理由は、国交省は実はもうやるなって言ったんです。この事実をほとんどの人は知らないです。これを聞いて、と思うぐらい。政治的な何か意味合いがあるんじゃないかという、いろんな方は思いますけど、違います。ただのど素人だったんです。
今から全部説明するものはど素人だからこんないろんな問題があるよっていうのを説明するためこれを見てもらいました。はい、ど素人と思いながら見てくださいね。これから説明します。ここに防衛省いたらいいですけどね、一度あの沖縄防衛局に我々座り込みに行ったんですよ。あの承認撤回運の前の話の前にその時に防衛局の職員がいる前で自分は技術者としてその人たちに言ったんです。何も言い切れません。あの全てはやっぱり素人だから答えきれないんです。この記事の中でこれはもう手元に資料ないんでもうプロジェクターでちょっと見てもらいましょうね。あの北上田さんからもらった図面でいろいろ見ていくとこういうのが出てきました。帽子膜の問題、まずこれはちょっとぼやけて見づらいですけどこの赤い部分がこれ帽子膜っていうのを設置しているラインです。でこれはあのこの辺りはこれ全部空いてます。ここも埋め立てたようにここも空いてます、ここも空いてます。でこれはあの防衛局のやり方でやったらもうアウトだっていうのをこれを見たら分かりやすいです。これ実際の防止膜っていうのを設置するあのこのメーカーが作ったあの、まあ、実際の現場の写真です。色がはっきり分かれてますよね。これこっちは濁ってます、中はだけど外はあのもう透き通ってます。これも同じです。明らかに明確にこれ分かります。これなぜかというと完全にこれ締め切ります工事の区域を。でさらにあの防止膜っていうカーテンみたいなもの、まさにこういうカーテンです。水は通すけど細かい粒子通さない、だからこうやってあの海底まで届かすんです。そうすれば完全に締め切るんで、だからこれはあの基本的な工事のやり方なんです。本来はじゃあ防衛局 の実際のやり方を見たら断面図です。これ横から見た図、水面下7メートルしか下げないです。オーラーは実はこの水深10メートルから50メートルありますよ。要するに下が空いてます。こんな状態で防衛局はさらにあのこの周り、この周りもあの締め切ってません。ここなんかひどいですよこれ。ここにあの土砂を投入、まあ、あの採石を投入しますけど、こっちからの防止膜やらないです。普通であればこれ全部工事区域全部締め切らないといけない。だからこれでも防衛局はあの環境に影響ないって言ってるんです。12月に実はあの日本科学者会議ってあります。その場で自分はこれ発表します。だからこのためには本当はデニーさんが頑張ってもらいたいんです。知事がいなくなってしまったらこういう話なくなりますから、あの、まあ、これもイラスト的に書いてますけど、こうやってあの実際にはこれやっているあの石を投入したら下から濁り発生します。必ずこうやって下から発生するんです。だけど防止膜は水面下7メートル、これで防げるはずないんですよ。ところが防衛を防ぐ理由として出したのがこれは防衛局の報告書なんです。この、 あの複雑な公式、この中でもこれがそうですけど、流体力学ってもう高度なレベルで改ざんしてます。報告書をこれをあのもちろん自分はあの見抜けませんけど、物理学者といろんな出会いがあって、物理学者にこの報告書を見せた時にここまで気づいたんです。実はこの部分同じような公式があるはずだけど、あの運動方程式っていう複雑なので、この公式の一部を抜いたら上下方向の運動があのなくなるらしいです。こういうシミュレーションの中で改ざんをして濁り水が発生しない、だ防止膜が7メーター海底届いてなくても上下方向の運動ないから水は外に逃げないという高度ないかさもしました。これを去年の4月に、あ3月に我々あの北上田さんと物理学者と3名で沖縄県に持ってきました。この問題あのいろんな報告書で瑕疵があれば撤回の理由になるんです。ですから今活断層軟弱地盤の問題撤回になりましたけど、この防止膜の問題だけでも本当は撤回になるんです。そういう話を12月に日本科学者会議の場で発表します。その時にはメディアもオール沖縄もいろんな政治家も含めて呼んで話をします。だから一度僕やじゃないです。自分は利用できるもん何でも利用しますよ。政治家でもメディアでも。これはあの赤嶺議員にもこれ話しました。あの高いってところであの、まあ、自分が技術者として作った資料、赤嶺さんが国会でも使ってくれたんです。で赤嶺さんに言ったんです。私はあの政治家でも利用します。
その代わりに自分の情報を利用してください。だからお互いも 50-50 で今動いてます。これは防衛局が作った図面です。平村5番というとっても重要なところに作る5番ですけど、この図面見て一発でこれおかしいというのは、自分はやっぱりこれ技術だとして思ったんです。この海底がフラットにかかるとこれはおかしい。例えばこの平村というのはコンクリートの大きな構造物です。長さが50メートルある、高さは20メートルある、奥行きも20メートルある、そんな巨大な構造物を支えるためには、この基礎ステーシー、これ石です。石をやっぱり敷き詰めて、その上にコンクリートを置くんですけど、ここの地盤がこれフラットを書いておかしいと気づいたのは、これある環境団体が作った立体図です。ここは先ほども埋め立て護岸ができてしまったところですけど、ここの部分実際50メートルがあるんですよ、深さが。ここは 2-3 メーターです。急激にどんどん深くなってます。だからこれではおかしいんですよ、これこれでおかしいと。これは地盤は絶対傾斜してるだろうということで、正確に図面に基づいて作ったのはこれです。傾斜してます、実際傾斜してるとこに石を投入して、この石もただコンクリートで固定するんじゃないですよ。ただ投入するだけなんで、地震が来たらこれ揺れます。揺れたらこれ崩れますよ、傾斜ですから。だからこれ2年前にこれ自分は見つけたんで、これをずっと自分は問題あるよと、計算5番っていうのでさらに問題がありました。これも防衛局の報告書の中にありました。報告書の中にボーリングデータっていうのがありました。一部公開したのがあったんですよ。このボーリングデータ、このグラフみたいになってます。これまあ、こっちには M 値ってありますけど、ちょっと見づらいです、まあ、とりあえず M 値っていう地盤の硬さを示す指数です。これ0から50まであるんです。0といえばもうヘドロの状態、50って言ったら岩盤と思ってください、ね、だこれ緩いんです。とってもこれが50以上ないと大きな構造物はクリアしないというのが我々土木家の常識です。3、4年前全国でマンションの杭が岩盤に届いてないからマンションが傾いたっていう大きな問題ありました。まさにこうなんです。硬い岩盤にこういったものが届かないと沈下してしまう。マンションとレベルが違う大きさがもう巨大な構造物ですから、そういうものを支えきれません。だからこれ2年前に見た時点でこれおかしいなって自分もずっと思ったんで、ただいさえ傾斜している5は地盤ですから、それはさらに実は緩い層だったっていうのもこの時点で分かりました。だからずっと自分はこの地盤問題をずっと言ってました。で、軽村5番って実はこういうもんです。三重県で作られます。こういう感じで三重県で作ったものを船で運んで、途中からこれ浮くんです。この巨大なコンクリートが浮くんです。コンクリート浮くっていうのはなんかピンときませんけど、船は鉄でできていますけど、比重、予算、重さでいったらコンクリートは軽いんです。だ水密性って言って水が漏れないようなちゃんと対策すればこれが浮く。びっくりですよね。これこういう形で三重県で作ったものを沖縄に運ぶんです。それは今三重県でもこの辺野古を作らさない運動が盛んですから、向こうでも監視してます。実際ケーションが作られてるかどうか、こういう連携をしながらやってます。で、これは活断層につながる話はここから来ます。まずはこのポセイドンという調査船が去年の2月から、4月の間に2ヶ月間調査してました。で、防衛局の報告書と違うような調査やってました。改ざんとかそういったのは当たり前ですよ、防衛局の場合。実はこのちょっと見えますかね、この黄色い丸、これが防衛局の報告書の中で出された計画のこの場所を調査しましょうと言ったんですけど、自分はGPS の情報をもとに調べました。船って GPS で管理されてるの分かります？ライブ船舶マップ、これネットで調べれば一般の人でも調べられるのがあるんです。こういう船どれでもいいです。クリックしたら船の船籍まで出ます。どういったものかっていうのは、それぞれこういう一般の人でも見れるような GPS のサイトで自分ずっと調べていったのが、最終的にはこの
全部プロットしていきました。そしたらこれで気づいたのが、一部護岸の先あたり集中して調査して分かったんです。あとあと見たら、これ実は活断層のライン上に調査しているポイントが来てました。この情報をメディアに提供しました。ここ問題ですよと、これを取り上げてくれということで、今日は後で安倍さんもいろいろ話すると思うんですけど、地盤の問題に関してはなかなか取り上げてくれなかったんです。これは最終的に問題に挙げたのは赤旗です。この情報、これも大事なんですけど、ちょっと説明します。部分的にこうやって船が動いてる航跡まで全部分かります。これ10メートル間隔で、実は南北方向にこの船、これ赤い三角のやつが船の位置と思ってます。もう正路よくこのまっすぐ南北方向に伸びてます。ランダムに動いてるけど、実際はプロットしていけば正確な調査やってます。これを見たときに、防衛局がボーリング調査って言ったのが嘘だと分かったんです。ボーリングっていうのは一箇所にとどまって、もう何日も何週間もやるような調査ですけど、これ24時間の間にこんだけ動いてるんです。ここでやっぱり自分の直感です、これも。これはもしかしたら音波探査だなと思ったんです。音波探査って気づいたものが、たくさんその先生に言わせたら、ズバリ的中したんです。ボーリングの調査と音波探査って2つ の調査を併用することで活断層を特定できるらしいです。これは防衛局に質問を投げてますけど、防衛局答えてくれません。で、先ほど琉球石灰岩っていうのは宮古の県で話しましたけど、沖縄も琉球石灰岩でできてます。特にここ長島っていう島ありますけど、先ほど言ったポツポツでしょ、まさにそうですよ。ゴツゴツして、これも空洞があります。波にも侵食されて、すぐ削られるような岩肌です。こういった空洞があるんじゃないかというのも問題ですから、これも調査して、今防衛局が何やってるかというのを調べていきます。で、これはこれは地理学者、匿名の先生が情報を提供したのが、実はここに黒い点線、全部これ断層なんですよ。沖縄もずたずたに断層があります。ただこれがただの断層か活断層かというのは調査しないと分からない。で、このライン上陸地で止まるはずないということで、ある先生がここに家庭のライン入れました。で、それをアップしたらちょっとこれですけど、これ私が調査した先ほどのポセイドン調査のラインと、これはケイソンゴアというラインです。これはあくまで学者が想定で入れてるラインなんで、実はこのラインは若干違いますけど、この地質は地理学者が出した情報をもとに赤旗が動きました。もちろん新報タイムズも出しましたよ、これ。で、これで、見つけたのが、最初にこういうのが出たのが、去年の9月24日です。ですから、ここで9月3日にこういう話をしている、もう3週間後に活断層の話を赤旗が出しました、最初。これから活断層の問題というのは大きな、これが最終的に今回の撤回の理由につながっていきます。だからポセイドンの調査が赤旗の記者が加藤先生という地質の専門の先生にたどり着いて、その先生が活断層というのを出しましたけど、日本という国は活断層はというのを原発再稼働する国です。この先生が言いましたけど、一人の学者が活断層って言っても御用学者に潰されると言います。それで今回、もう知事選でもう忙しいんですけど、29、30で断層の先生、プロフェッショナルが10名います。10名集まって調査をやります。この先生たちが調査して、もしこれ活断層だと証明されれば辺野古止まります。そのためにもこの撤回の理由になったのはそこまでいきます。あとちょっと軟弱地盤の話もちょこっとやりますけど、時間が時間どれくらいですか？9分じゃあ9分でちょっと話まとめましょうね。自分がやってた調査がそのまま地質の先生に情報が共有されて、今こうなって、で、今度10名の先生たち来ますから、先生はどういう人たちかというと、これは今年の2月に、この先生は加藤先生です。
でこれ新潟の立石先生って方です。でこの方はまあ、三重県 の、まあ、自然界画の専門の目崎先生、立石先生が出したこれはもう衝撃ですよ。活断層法というのはアメリカにあります。アメリカはそれは地盤には非常にシビアな国です。で県内で活断層に関して実は条例を作ったところがあるんですよ。徳島県です。ここは南海トラフの地震に関して の条例を作りました。条例はどういうものかというと、活断層の上に建物を建ててはいけないという条例を平成24年にも6年前に作ってるんですよ。こういう実例が実際も日本にあります。で12月にこれやって、これですよ、応用地質研究会とかの地質専門のメンバーを立石先生が今度引き連れてきます。これは打診があったのがオール沖縄っていう、まあ、こういう運動やってるメンバーの、まあ、中心的な人たちにこういうメール来ました。立石先生からもちろんこれ自分にも届いてますから、応用地質研究会のメンバー、この人たちはその専門、断層の専門ですから、その人たちはこの断層問題を中心にして12月の日本科学者会議というところで発表するために今月末に来ます。この先生たち、自分はこの日本科学者会議では防止学の問題というのを発表しますけど、地質の専門の先生たちもまた動き出します。これは地質の専門とも自分の情報を提供しながら共有してつながってますので、まあこれはこれが科学者会議です。まあ12月7日から9日の間にありますので、軟弱今今回の撤回の理由に動き出したのが法律の学者です。この方の徳田先生って方ですけど、去年の4月の日本の科学者っていうのを専門誌に出したのがきっかけですけど、この先生にも自分はこの情報を出しました。でこの先生からこのぜひ自分の話聞きたいということで、4月になぜこの軟弱地盤が問題になるかっていうのを具体的に説明しました。撤回は理由にしているこの法学的にも戦える、法律の先生であっても土木は知りませんから、自分が具体的にどういう問題だというのを提供したんで、自分は法律学者もそうだし地質学者もそうです、物理学者も自分の情報を活用していろんな形でいろんな学者が動いてます。で軟弱地盤この件に関しては日大の釜尾先生って方がいますけど、この先生がマヨネーズというのを話を出しました。この先生がこれも安倍さんの方からも後で話してもらいましょうね。先生見つけてきたのは安倍さんですから、釜尾先生って方です。でこの先生は軟弱地盤を攻略する方法というのを技術的に話してました。ただこの先生に自分も6月に会いました。会って話をしました。先生が出す方法では環境に影響が出ますよということで、学者でも分からない技術者しか分からない情報というのを出しました。羽田空港、これも軟弱地盤を克服したとっても大きなやっぱり実績のある空港です。ここで使われたサンドコンパクション回復方法という、もう口をちょっと舌を噛みそうなんですけど、この方法でやれば辺野古の問題も解決するって言いますけど、とんでもないです。まだいろんな問題あります。ここでせいでこの先生がマヨネーズと言いましたけど、マヨネーズのようなもうドロドロの状態の地盤を改良した実績は、羽田空港で厚さが20メートルらしいです。辺野古40メートルなんですよ。だからそういう難しい問題、莫大な予算をかければできる。だけど、まあ、釜尾先生もそこまで想定できなかったのは環境破壊なんです。私は12月に発表するこの話は、釜尾先生も想定できなかったこの、濁りの発生です。先ほど流体力学がありましたよね、難しい公式の。こういう問題で防衛局は環境破壊省何省がもうやります。これ知事の権限で止められてるんですよ、ずっと。だけどデニーさん負けたらこれも全てなくなります。それぐらい重要な選挙なんです。自分はこういう技術的な提案をしながら、まあ、本当は別の問題、自分国策として自分の両親はハンセン病だという話をやってます。沖縄のこの基地問題もそうですけど、自分の両親はその国策でもうずっと、強制隔離された、そういう話も時間があるときにやります。また埼玉でこういう機会がもらえればお話しさせていただきますので、とりあえずこれで終わりますので、ありがとうございます。
ございました。